ウェード・カニンガムはニュージーランドのレーシングドライバー。ファイアストイン・ディライツでの活躍でよく知られる。カニンガムのドライブする車両、セント・ピーターズバーグ2005年、カニンガムのプロとしての経歴は2003年に世界カート選手権で優勝したことから始まった。翌年彼はアメリカに移り、フォーミュラ・フォードに参戦、4連続ポールポジションや7度の表彰台でシリーズ5位となる。 2005年は、ブライアンス・スチュワート・レーシングから、インディ・ライツに参戦し、優勝は一度のみであったが、シリーズチャンピオンを獲得した。2006年も、同チームから継続して参戦、3勝をあげたが、その中には、インディアナポリス・モーター・スピードウェイでのフリーダム100も、含まれた。彼の優勝は、ニュージーランド人ドライバーとして初であった。シーズン序盤に、 中水園で2戦欠場したにもかかわらず、シリーズランキングは3位であった。彼は A1 チームニュージーランドのプラクティスドライバーとして A1 グランプリにも参加し、ニュージーランド中国ラウンドで走行した。2007年のインディライツでは、アグは AFS レーシングに移籍、シリーズランキング3位となった。カニンガム、二千八年二千七年十二月、カニンガムは、 インディカーをテスト、セブリングインターナショナルレースウェイにおいて、アンドレッティグリーンレーシングのマルコ・アンドレッティ社をドライブした。ウェイドの弟ミッチは2008年に、ブライアン・スチュワート・レーシングから、インディライツにデビューした。これはウェイドが2005年にデビューした時のチームと同じであった。ウェイドは2008年、ブライアン・スチュワート・レーシングからシリーズに参戦。 ミッド・オハイオでのダブルヘッダー戦では、新チームのアライアンス・モータースポーツから出走した。2009年は、サム・シミット・モータースポーツと契約、再びシリーズにフル参戦する。同年フリーダム100で優勝し、シリーズにおいて、インディで2回優勝した初のドライバーとなった。カニンガムは2010年も、シュミットチームからインディに参戦、優勝し、 フリーダム100で3度優勝した初のドライバーとなった。サム・シュミットは2月11日に、ウェードのインディカーシリーズへのデビューを発表、参戦に出走することとなった。デビュー戦のテキサスでは予選8位を獲得した。ケンタッキーでは7位でフィニッシュし、トップから0.702秒差であった。インディライツ・インディカー。ありがとうございます。